続いてね、シグマの 1.4 シリーズですね、Z マウントをお借りしてきました。で、Z マウントはですね、まあ3本ね、もういっぺんに貸し出すということだったので、こちらね、借りてきてます。はい、まあこんな感じになりますね。はい、どうでしょうか。はい、一番左から、16mm F1.4、で真ん中が 30mm F1.4、で、一番右が 56mm F1.4 ということになりますね。はい。まあちょっとね、どこまで試せるか、まああいにくの雨なので、あまり試せれないんですけど、ちょっとね、やっていきたいと思います。はい。今度はですね、ニコンの Z30 に、16mm F1.4 のね、レンズをつけて撮っております。で、明るすぎるんで ND フィルター、可変のね ND フィルターの2から32のものを使ってまして、今ね32の状態になりますね。はい、まあ、それでいくとこんな感じになるよということですね。今 ISO 感度が125という感じになっています。はい、でね、自撮りにするとこんな感じになりますね。まあしっかり手を伸ばした状態、はい、まあ、これぐらいでこの画角ということになるので、そうですね、まあVlog 的にはまあギリギリですかね。はい、まあ、標準のね 24mm の画角になりますので、まあ、こんな感じになるよということですね。まあ悪くないかな。はい、でちょっとそうだな、それ荷物がねありすぎて、歩行券かな、ちょっと3本ね、3本同時に借りてるので、ちょっとここに置いて歩こうかな。まだね、こんな感じになりますね。で、ボディ内手ブレ補正がないので、すべてね手ブレ補正がオフの状態になっているかと思います。はい、それでいくとこういう風に歩いてね撮ってると、まあ、これぐらいの揺れが起きるということだと思います。まあでも、まあ、手ブレ補正ねなしでも、まあ、ある程度これだったらねいけるんじゃないかなというふうには思いますね。どうですかね。はい、まあ、頑張ればこんな感じになります。はい、続いてですね、電子手ブレ補正を入れてみました。どうですかね。画角はやっぱりね狭いですね。はい、まあ、これでちょっと歩いてもある程度は問題ないかとは思います。はい、まあこうやってね、ラフに歩いたとしても、まあ、でも結構揺れちゃうかな。まあちょっとね、あとは歩いた時にどうなるかですね。まあこういう感じでちょっと頑張って抑えながら歩いてますけど、どうかな、結構いい感じで止まってるかな。はい、でこちらがね手ブレ補正一切ない状態ですね。頑張ってジンバル歩きしてるけど、まあ、無理だと思う。はい、でですね、やっぱりね、この 16mmF1.4 はですね、まあ、私の用途で言ってますと、まあ、YouTube 動画用、はい、まあ、レビュー用としてね、使えたらなと思ってますので、フォーカスブリージングね、チェックしていきましょう。はい、まずねこういう形で、はい、まあフォーカスブリーディングはほぼほぼ出てないと思います。この 16mm に関しては良さそうですね。はい、うん、まあ全然ないと思うので、まあ、特にその YouTube のねレビュー用のまあ、レンとしても使えるんじゃないかなというふうに思いますよね。はい、もうねめっちゃ雨が降ってる。もうちょっと無理だな、外で撮るっていうのは無理ですね。
はい、ということでね、お試し終了です。はい、今から返していきたいと思います。はい、ということでね、タッチャーのトライ終了しまして、で一応ね、あのノベルティと、カレンダーの方もねいただきました。はい、まあいろいろねカタログだとかも、もらいましたので、チェックねしていきたいと思います。でね、今回の感想の方ねお伝えさせていただきますと、まあ実際ねちょっと映像だとかね確認してみないとわからない部分はありますけど、まあ今回まあ一番のね目的はLマウントの 17mmF4 のレンズですね。はい、あのレンズがね、まあどんな感じで撮れるのかというところと、あとはルミックス S5 マーク2にまあどんな感じでマッチしてくれるのかというところですね。で、まあ、使用目的としては、まあ、Vlog プラス、あとはジンバル撮影にはなりますけど、まあ、ただ、結構ね、手持ちで撮ったところで行くと、結構厳しい感じがありました。まあ、それっていうのは、手ブレ補正の、こんにゃく現象ですね。はい。あのあたりが結構気になったので、まあ、広角になればなるほど厳しいのかなというふうに思いました。はい。で、あと、ベッドマウント用ですね。はい、こちらはですね、まあ、私の目的は 16mmF1.4 だったので、まあ、Vlog 撮影にどんな感じで使えるのかという部分と、あとは、YouTube のね、レビュー動画だとかで使えないかなといったところで、まあ、チェックしてみたんですけど、まあ、こちらはですね、フォーカスブリージングも少ないですし、まあ、かなり使いやすいレンズかなというふうに思いました。はい。で、あとね、まあ、Z30 との組み合わせでいくと、ちょっと、見た目は、まあ、違和感あるというか、まあ、そんな感じはしましたけど、ただ、フードなしで、ND フィルターの形であれば、結構、マッチしていたかなというふうに思いました。あと、30mm、56mm のレンズも、まあ、そっちの方が結構ね、デザイン的には、この Z30 には合っていたんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、ざっとね、そんな感じで、今回、確認させていただいて、で、まあ、いろいろね、シグマさんの、担当者の方ともね、お話しさせていただいて、楽しめましたので、まあ、ぜひね、明日、もう一日ありますので、お近くの方は、ぜひね、行ってみてください。はい、ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回以降の動画もご覧いただけたらな、というふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。